皆さんこんにちは。ピアノのクリアのことです。ベースの修光一です。僕たちアコースティックウェザーリポートは3月の25日、昨年の3月25日に、ブルーノートでコンサートをやってから、その後コロナになってしまいまして、本当にね、日本中世界中大変でしたが、今回おかげさまで11月の11日にライブをやれることになりました。なんかベースの日ですよね。1111ということで、ベースの日だって知ってました？知らなかったです。あ、本当ですか。はい、ぜひあのこのアコースティックウェザーレポートはですね、ベースフィーチャーの部分をたくさん頑張ります、ね、で、僕クリア、おさむさん、そしてドラムに則武博之さん、はい、この3人が中心となってやっているトリオ、アルバム2枚出てますが、今回はそれにエリック宮城、そして本田雅人の2人が入って、最強の5人編成でお送りするという運びになっております。ですので皆さんね、ぜひぜひ、なんかね、早い時間以外はもう随分あら、じゃあ急いでしないとみたいですよ。そうですね、はい、はい、ぜひぜひ皆さん、あの、振るって、ご参加いただければと思います、はい、すぐに電話してください。はい、はい、では、会場でお会いしましょう。